行ってよ。今年は今年じゃないよ。違うのにてくらいで、おい、ようやく追いついて、勝ち越せるチャンスもあって、おい、それを逃した挙句に、延長10回ほどに、頼まない、頼けない、タイムリーヒット、勝ち越しのタイムリー、打たれて、2対1負け、阪神、よう置いてなく、ダッシュでー打ち合わすぎやろ打ち合わすぎやろ、お前らな、いつか大変な会場でも、夏やぞ夏おぉ今日甲子園死ぬほど暑かったわおぉなんかムシムシもしてるしやな、ほんまに今年一度、2024年一番の、間違いなく暑さやったわ夜やのに暑さを感じたわ、ほんまに手入ってんのに、お前体中から汗が出てくるやん、お前わけわかんやろ、ほんまによほんまにこう、ヒンダをしたい見せつけられて、ほんまに、なぁ。開幕から始まり、恋の終わりの5月が終わり、梅雨の6月が終わり、7月が入りましたよ。夏がやってきましたよ。出るしか調子戻ってきてやるかいなぁ。前が出る以外でよ。本調子で取るんか、ほんまに、なぁ。まあ、今日、近本はな、の犠牲フライとか、まあ、打ってくるわりな。まあ、近本に関してはな、要所要所でな、やってくれてますから。おまあ、そのな、去年とかで比べたら、そのルイン出る機会とか減ったけど、おまあ、要所要所でやってくれますよ、彼は。おただーどうして脱線は繋がらない。なんでヒンダが続くんだ。もし、7月なのに、うわぁ飛び込んでおいなお前、このね、阪神タイガース、先制されたら、14連敗、さらに用意転落よ大したくないな逆の捉えてやろ、去年までは、おぉ去年までは逆の捉えてやろ。むしろ先制されてからが、な、阪神タイガースの、いつもの野球というか、先制されたらいつもいいか分かってるか、おいななんでこうなんだよ、ほんまによ。終わってもうてるやん、試合が。先制されたら14連敗。どんな試合したんだ、お前。逆転元のかけるものはいいかな、ほんまによ。これで阪神タイガース、12球団最多の16度の延長やぞ。16度目やぞ。これ何を意味してるか分かってるかな、お。なあ、めちゃくちゃいい試合で延長って入ってるんじゃなくて、お。ヒンダで、点が取れるに、打線が繋がるのに、結局延長に入ってるよだよ、お。見直してくれ、それは、ほんまに。多すぎやろ、16度目とかな。何をやってんの、マジで。そして、ジャクソン親の時だかーな4試合だけで防御率 0.、何もやったっけ、おー、0.38 や、おー、0.38 で。えぐすぎやろ、マジで。新しいトラキラーが、出てきてしまいました。おー、ジャクソンなんでやろな、なんで打てんのやろな。コントロールな、そんな悪いように見えへんねんけど。でまあ、なんか、要所要所でな、押さえてくるような。うん。田中さんは結構な、投げる方やと思うねん。そんなにな、こうな、ジャクソンのペースで生かすとは思えないねんけど、なんでか点が取れへんねん。いや、ちょっとな、厄介なトラキラをな、ベイスターズに生んでしまった、ほんまに。バウアーがな、いなくなったと思ったら、ジャクソン。バウアーで打てへんかいバウアーで打てへんやん、お前。何してんの、これな。ジャクソン。バウアーで打てへんやん、これ。どうすんねん、これ、マジでか。まあ、ということでね、今日もさ、振り返っていくと、3回にね、ツアー3塁から、初球をね、ワクシューを打たれて、先制タイムリーツーベース。これもな、初球、もうちょい用心ブラック入れよ。用心ブラック入れよ。なんで初球まで打たれてんねん、お。ま、学習せえんな、ほんまに、お。だね、巻き相手でお前、ストライクゾーンに投げなあかんねん、これな。まあ、あの少しでこれホームランやったからな、あんまり。甲子園じゃなかったら入ってたんちゃう。さあね、阪神タイガースもね、なんとか7回に、1点ね、まあ、追いつきまして、森ケイトさんがエラーしてくるんでね、なんとか追いつくんですけど、結局ね、その後、1点止まるというところで、あとそのね、延長で入りまして、10回表、オースティアンに先頭ね、1点取られて、その後、冒頭して2塁。これはな、この石大ちゃんもな、冒頭が、めちゃくちゃちょっとな、大きかったわ、ほんまに。このな、ボートがなかったら、あの当たりで帰ってこれたか分からへんし、しかもこれ三塁に行ってからな、体操送られてるから、
ちょっとな、手入ってなかったんちゃうかなっていう、うん、このボールとなかったら。ほんまにちょっとね、悔いどころね、一球やね、これは。うん。朝岡にね、打たれたらもう仕方ないとして、この冒頭やね、このここはね、防いだんちゃう、うん、はっきり言うて。ここの冒頭がね、今日の試合をね、勝負をね、逮捕しましたよ、はっきり言うて。うん。リリーフ陣にね、まあ、文句を言うわけにはいかないんですけど、ここまでね、もう散々助けてもらってるんで、うん。打線が悪いですよ、打線が。うん。もう今日に関してね、もう洗いが悪いとかじゃなくて、打線ですよ。打線が悪い、はっきり言うて。なんで打てへんねん。なんでひんないつまで続けんねん、これっていう。うん。まあ、ただね、今日負けたんですけど、カード貸し越せればね、それでええんで。うん。それでいいんで。明日からね、また切り替えてね、連勝して、カード貸し越してね、終わりましょう。よろしく。